10月16日です。5月19日に種まきしたこちらがサラダごぼうです。で、この辺から小さくなってますけども、これが一回種まきしてネズミに食べられてなくなりましてね、もう一回追加種まきしたんですけど、また食べられて、今ありません。小さいのが少しだけで、ほぼ全滅の状態です。ネズミやっぱり滝の川ごぼうの方がうまいんでしょうか。少しだけ巻いたサラダごぼうはまあそれなりに残ってますんで、多分滝の川ごぼうの方がネズミにとったらうまいんじゃないかと思ってます。この辺のところは境ですね。これからまずこのサラダごぼうを少し収穫してみたいと思います。サラダごぼうを1回分だけ収穫してみました。あまりないので少しだけの収穫です。やはり滝のごぼうはごぼうに比べるとだいぶ短いです。滝の川ごぼうはこれだけ掘るのには相当な深さまで掘らないと取れないんですけども、簡単に掘れちゃいました。そしてやはりネズミに食べられてます。これは最近食べられた後だと思いますんで、もう少しすると根こそぎ食べられちゃうかもしれません。でも今のところ人間の分残してくれてありますんで、ネズミと共存です。